入れてくんね。じゃあね、またね、見てくんな、うん、バイバイバイ。正体実は結構最終破れた三爆体で好きに吠えるんだ。ガッガッガッ、おはようございます。なにわのブロックです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日もお付き合いのほどお願いいたします。はい、さて、ディスクアップ生活も第16弾ということで折り返し地点ですね。目標30まで頑張ろうと思ってますんで、ちょうど今日は激アツイベントでして、いつもはそんなに人がいないホールなんですけども、今日はすごい、もう並びが500人近くいまして、どうしたんやと、もうディスクアップなんか全部1やぞと、いう状態が普段なんですけども、今日はまあ設定を一応狙えるのかなと若干の期待をしてますね。ただまあいつもね、ディスクアップってほら設定1じゃないですかね。設定1か、設定1、俺の人生も設定1、39歳がゲップチ、設定1、かつては高設定だったのに、設定位置が多すぎてこんなのまで持ってる。あもう阿弥陀仏や、本日も頑張ります。行くぞ。
お疲れ様でした。今日は設定狙いなんです。ディスクアップで設定が唯一入るだろうと思われた日にちなんですけども、まあ、残念ながら私の隣の台がもうどう考えても、まあ、高設定あるいはもうスーパービッグウェーブが来てる状態でした。チェリーレギュラーももう3回ぐらい弾いてたんでね、この時間で、まあ明らかにあれだと思います。隣の台なんですよ、自分じゃなくて。ねえ、惜しい。あははははは、惜しい。俺の人生いつも惜しい、ニアピン。絶対うまくいかない、いつも惜しい、残念な男。こんなものに頼ってる時点で他力本願で積んでる。悔しい、惜しい。お疲れした。よろしくお願いします。ありがとう。